レクソビサウルスは中世代ジュラ紀中期から後期にかけて現在のヨーロッパにあたる地域に生息していた、県立下目の草食恐竜である。化石はフランスとイギリスで発見されている。レクソビサウルスは全長5メートル程度の中型の県流である。ステゴサウルスのように骨盤が、 背部に並びビブにのみトゲがあるというスタイルではなく、剣部からトゲが並んでいることが大きな特徴である。ケントロサウルスとの類似も指摘されているが、ケントロサウルスよりトゲの間隔が狭いとされる。このトゲは、もっぱら防御に用いられたと解釈されている。レクソビサウルス・ドゥロブリ弁出に関する論文がまとめられたのは1957年であった。 これ以前はいくつもの学名が使用されており、分類は混乱していた。この論文で、レクソビサウルス・ドゥロブリベンシスにまとめられた、化石の中で最も古く70年前に発見されていたものは、当時、オモサウルスという属名で報告されていた。このオモサウルスという学名は他に、ダケントルルスにも使用されていた。このダケントルルスも、レクソビサウルスと混同されることが少なくなく、 レクソビサウルス・ドゥロブリベンシスは、ダケントルルス・ドゥロブリベンシス。レクソビサウルス・ベトゥストゥスは、ダケントルルス・ベトゥストゥスと報告されていたことがあった。ありがとうございます。